その自信、そのポジティブなマインドがまたお客さんを呼んでくるっていう、うんうん、諦めずにやり続けてきた。確かに。もうこれに尽きるんだよね。確かに。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、はい、今日は札幌でございます。おっ、昨日は苫小牧。そうですね、はい、はい、で今日札幌。そうですね、はい、次で、明日旭川ですか。あ知らない、知らないスケジュール出てきた。知らないスケジュール。 あそうなんですね。とうとう会社ぐるみで僕を省き出しました、ね、あそうなんですね。しょうがないよね。ついポロリと言ってましたけど、はい、気をつけたいと思います。はい。だよ、あの企画が再スタートします。はい、6月29、30、ビジネスブートキャンプ in 東京湯島上野でございます。どんな企画なんですか？これはですね、ビジネスを最短最速で回していくためにはどうしたらいいのか、そして僕の頭の中に入っているビジネスモデルを全てあなたにお伝えするという企画でございます。今回はどんなことがリニューアルしたんですか？いや、もう全ての部分でリニューアルしてますが、まあ、特に今 AI がすごいのでね、AI、それから YouTube、そして電子書籍、まあ、様々な僕の頭の中に入っているビジネスモデルを全てあなたにお伝えしていきます。ビジネスに興味ある方はどうせならダイオから学んでください。ぜひ概要欄からご覧ください。今回ですね、ダイオに聞いていきたいのが、50歳になって運命が劇的に開花する人の共通点みたいなやつをあったら教えてほしいんですよ。いろんなパターンがあるんだけども、はいはい、まあ、僕の知り合いがやっとブレイクし始めた、はい、43歳かな。43、あ、40代前半で。そうだね、ようやくブレイク、うん、どんぐらいの付き合いなんですか？そう、10年ぐらいだね。あ、10年付き合ってて、うん、今ブレイク。成功者のフェーズっていうのが最近あるなと、はいはいはい、つくづく思うんだな。はいはい、あ、ください。すごいですね、そんなこと聞けるんですか。成功者のセブンステップっていうのが、はい、最近気づいて、はいはいはい、まあ、今日は時間がないんで7つも喋れないけど、何個か教えてくれるんですよ。まあ、その人のことに当てはめて言ってみると、はい、自分の好きなことを仕事にと思ってやり始める、はいはいはい、やり始めるけどさ、やっぱうまくいかないんだよね、はいはいはい、うまくいかなくて、うん、で挫折していくわけだよね、うんうん、だけどやっぱり諦めきれないから、うん、その角度を変えて、角度を変えてやってることは同じだけど、これ切り口を変えてとか、うん、これを10年繰り返したね。10年、うん、チャレンジを。そうだから、途中本当に何度もああいう塾に入ってみてはやってみて、うんうん、でまた失敗して、うん、でまた違う塾に入って、うん、でやってみて、うん、でまた失敗して、うん、っていうのをずっと繰り返してて、うんうん、途中でなんかブレてきて、もう全然全く畑違いのことを始めて、はい、でそれをまたうまくいかないと、はいはい、そんなことを去年ぐらいもずっと繰り返したんだね。あ、そうなんですね、うん、ブレてたんですね。そうだから僕は一応生ぬるく温かい目で見守ってたけど、いや分からないです、生ぬるい上で温かいっていやでも本当うまくいってほしいなと思いながら、はい、うん、ちょっと難しいのかななんて思いながら、うん、まあ、時折こうアドバイスをしたりとかやってたんだけど、うん、今年の頭にね、うん、はい、高額のコンサルを申し込んだんだよね、うん、なんと300万ですよ。でかいっすね、300は投資ですね。もう清水の舞台からもう投資に自殺しちゃってるんですよ。いや、そうですねはい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 、もう行っちゃってますね。行っちゃってんだよね、はいはい、あれ覚悟を決める話かと思ったら行っちゃってますね。行っちゃったんだよね、はい、ちょっとそれやった方がいいんじゃないのと思いながら、だって300って尋常じゃないじゃない、もうもはや年収じゃない300、はい、そうですそうです。もうだからやめた方がいいんじゃないのかなと思ったけども、うんうん、もう申し込んじゃったよね。はいはいはい、はい、僕いつも言うけど失敗も成功もないんですよ。長い目で見たら全部成功も失敗もなくて、はい、だから彼女は今までそうやって失敗を何度も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 繰り返してきた、うんうん、でその失敗を繰り返してきたことが、うん、でもそれは経験体験だから必ずそれがどっかで生きてくる、うんうん、そのタイミングが今年だったんだろうね。あ、そうなんすか。でその300万のコンサルを頼んでやってみたら、はいはい、いやもう今までのそのたくさん失敗してきてるじゃない、はい、失敗してきてる経験が、はい、その点が線になって、はい、今めちゃくちゃブレイクし始めて、お客さんの注文がめちゃくちゃ入り始めてて、はい、これこのままいったらやばいなっていうぐらいすごいことになってて、はい、もうパンク寸前になってるっていう、はい、あ、そうなんですね。あれ面白いよね、なんかやっぱ01ってさ本当に遠いんだよ、うんうんうん、01っていつも言うけど0から1はファーラウェイだからさ、うん、すごい遠いんだよ。0から1はファーラウェイなんですよ。ここで英語を挟んでくるんですか。0から1はって言った方がいい。いやいやいや、ちょっとずつ英語の領域を増やさないでください。この成功は今までの失敗
敗を重ねてきたからこそ成功したっていう。そういうことですね。そうだから無駄なことは何一つないっていうね、うんうんうん、もうそれをなんかジャパニーズドリームを見せてもらって、はい、はいはいはい、あれ面白いね。ゼロから1が始まると、はい、もう同じ人間に見えないんだよね。え、ちょっとどのような変化があったのかちょっと教えてもらっていいですか。今までの勉強してきたことが新しい先生に教わったことでもう鼻開いちゃったんだよね。うん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 、開花してません。開花しちゃって完全に開花してます。だからね、僕には同じ人に見えなくて、はい、要するに自信に満ち溢れてるわけ。あ、そうなんだ。今までは自信がないさ、はいはい、失敗ばっかりしてどうしたらいいか分かんないっていう。あ、これね、負のスパイラルなんだよ、うんうん、うまくいかない時って、うん、めちゃくちゃ値段を下げるんだよ。あ、はい。だけどものすごいスキルを持ってて、うん、ものすごいもうポテンシャルを秘めてるから、うんうん、もう本当安くやっちゃダメだよってことをずっと言ってたけど、うんうん、やっぱり、うん、そのお金のブロックがかかってるから、うん、どうしても安く設定してしまうんだよね。で、安く設定してしまうがゆえに、うん、キャパオーバーなことをやるからすごい疲弊してるんだよね。全然だから時給換算するとものすごく安くなってしまうっていう、うんうんうん、だから僕からしてみたら本当4分の1ぐらいの値段でやってるから、はいはいはい、もっと高くしなきゃいけないってずっと言ってきたけども、うん、やっぱその自信がないんだよね、うんうんうん。でそれが今高い値段でやって、うん、お客さんからお願いしますってこう頭下げてくるような感じになって、うん、たくさんの方たちがその人にめがけてやってきてるっていう状況の中で、うん、いやこれはマジですげえなと思って、うん、いや人間ってここまで変わるんだと思って、だからもう自信ができちゃったから、はい、その自信、そのポジティブなマインドがまたお客さんを呼んでくるっていう、うんうん、めちゃくちゃいいですね。そう、良い連鎖が生まれてるんですね。生まれてるんだよね、はい、諦めずにやり続けてきた。確かにもうこれに尽きるんだよね。確かに、うん、ゼロイチのスタートってもうやるしかないからさ、うん、勇気を振り絞ってやるわけだよ、うん、やるんだけれども結構早い段階でやっぱ挫折ってものが来るわけだよね、うんうん、調べれば調べるほど、うん、自分にはライバルがたくさんいて、うん、そしてライバルと自分との差っていうのがあまりにもありすぎて、うん、やってみるけど挫折を味わって失敗するっていう、もうすぐにこの3つがやってくるわけだよ、うん。で普通の人はここで諦めちゃうんだけど、はい、やっぱりここから残りのあと4つっていうステップを踏んでいくともう成功していくっていう。いや僕の中のジャパニーズドリームをなんか見せてもらったよね。そのイケてない時からずっと低迷していて、はい、いきなりここでね、うん、10年目にしてさ、うん、一気にもう V 字回復ですよ。うわすごい。もうそのうちうちの番組にも出てもらいましょうかね。いや絶対そうですね、うん、本当にすごいと思う、うん、あの諦めずにやり続けてきて僕には同じ人に見えないんだよね。あなんか中身が本当に入れ替わったみたい、はい、自信がつくとここまで人間が変わるんだなっていう、はい、まあ素晴らしい実例を今現在見せていただいてる途中で、これどこまで上り詰めていくんだろうっていう、はいはい、今年年内で、うん、あと7ヶ月ぐらいだけど多分まあ1億ぐらいいくんだろうね売り上げが。めちゃくちゃすごいじゃないですか。いやすごいと思う。1億ってなかなかいかないですよ。やっぱりこう9年間もがいてきたその集大成がついに出て、はいはい、まあもともとスキルがすごいからね、はいはいはい、持ってるポテンシャルとスキルが本当にすごかったから、はい、モンスター感が出てるよね。あモンスター感出てるんですね。やっぱ言葉の端々にこう自信が満ち溢れていて、はいはい、でもモンスターも10年前までは一般の人、むしろ自信がない。いや半年前まで半年前まで半年前までついこの間までついこの間まで、うん、自信のない一般の人。そうだね。それが、うん、たった半年でこんなに V 字回復してくる、うん、そう本当にすごい人生って分かんないですね。分かる分かる分かんない。諦めたら試合終了だなっていうのはね、うんまあ、本当に感じさせていただきましたよね、うん、だから今これ見られてる方も、うん、一生懸命何かに向かって頑張ってる人いると思うんだよ、うん、でも心が折れそうになって、はい、もうやめようかなって思ってる人だってうまくいかないじゃない、うん、ほとんどの場合が。そうです、ね、最初からうまくいくなんてありえないですね、うん、しかも何度も何度もね9年間失敗し続けて、はい、ようやくねその成功というものを掴んで、うんまあ、これから大きく羽ばたいていく姿、うんまあ、かっこいいよなって思ってね、うん、すごい刺激になりますよね、うん、絶対に諦めないんだっていう強い気持ちを持って、うんうん、やってねその姿、うん、まあかっこいいですね、うんありがとうございます。ぜひどこかで会いに来てください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録高評価コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜松駅ファンクラブ夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の資料がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんなオンラインサロン、ぜひ覗いてみて。ぜひ仲間になってください。